あ、田向かい、うまい、切り返す、シュートに、あー、田向かい、後半開始早々、水戸ホーリーホックに追加点、2対0。いや、落ち着いてましたね。このボールサイドのところで、はい、しっかりと岸本がボールをキープし、山口も人数かけたんですけれども、これサイド変えられたことによってズレが生じた。で、慌てて戻って滑ったところ、これ切り返すなんて、まあ落ち着いてました。で、フィニッシュも冷静でしたね。いいコースでした。前半はどちらかというとこう守りの部分を意識したようなプレーが目立った田迎だったんですが、やはりこうチャンス、隙と見りゃ一気に上がって、この試合